日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市玉島地域上成上成は岡山県倉敷市玉島地域にある歴史的地名であり現在玉島上成の一大技からなる当ページでは同大技についても述べる玉島の東部高橋川霞橋西岸に位置するかつての浅口郡上成村にあたる近世始め頃は キビアナ海の西端部で玉の浦や亀の海などと呼ばれた海域であり、西高橋川の川口部に近かった。寛永19年、周辺を治めた備中松山藩主、水谷勝隆は、干拓による、神殿開発を計画、上皇年間になると干拓事業が開始された、明暦元年に潮止めが終了し、万事2年に、 検知終了により、第一期の干拓事業が完成した。さらに、第二期の工事が計画され、南部の落島宿り木の干拓が行われ、漢文8年に完成。先の神殿と合わせ、玉島神殿と呼ばれた。後に、玉島神殿から東部を、上成村、北部を、爪先村とし、枝村として分村した。元禄6年に、松山藩が、 女風となり、代わりに、江戸幕府領となり、倉敷支配所の配下となった。さらに、元六十五年、丹波国亀岡藩領となる。寛延元年には、藩主が、松平家に交代、明治に至る。備中の神殿開発によると、明治九年、上成村の丹別は百十七町二丹一世であった。明治九年に、浅口郡上成村、玉島村、す 先村の地域をもって、玉島村としたが、明治14年に再び元の三村に分割。明治22年6月1日の町村制の施行に、当たり玉島村と合併し、玉島村となる。その後は、玉島町、玉島市を経て、昭和42年に、新、倉敷市を新設し、現在に至っている。地域内を、国道2号及び、 旧国道2号が東西に通過しており、そのためもともとは農村地帯であったが、現在は幹線道路周辺を中心に商店、企業、住宅が多く立ち並び、市街化が進んでいる。道路から離れた箇所は現在も農地が広がっている。上成小学校区には住所表記上の玉島上成に加え、玉島の一部や落と島の一部が加わる。 平成24年9月末現在、上成地区を含む玉島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島町及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が、玉島郵便局の集配担当区域にあたる。玉島上成に関するカテゴリー。ありがとうございます。